ソビエト最前線での運用試験？それは決定事項でありますか？いや、まだだ。だからこそこうして開発部隊の代表者に意見を聞いているのだ。ドール注意。はあ。これはあくまで提案です、ドール注意。よろしければご一緒しませんかというお誘いにすぎません。それにしては手回しがいい。このような大規模遠征を急遽受け入れるなど、帰国の最前線は大あらわでしょうに。何？ご心配には及びません。我がソビエト極東戦線における実戦試験につきましては、実のところ、日頃交流のあるいくつかの部隊から、たびたび打診されておりまして。ユーコンに最も近い最前線であり、戦域までのチョーク洋上進行を必要とせず、陸続きの兵站が確保できること。実戦部隊による直援、何より空軍が機能すること。以上の点から、コスト的にもリスクコントロールの面でも実戦試験を行うには非常に魅力的だとか。ほほう、確かに。各方面からの意向か。だが、こうもたびたびではな。今の話を聞いてどう思うかね、ドール注意。は、いずれにせよ急な話であり、想定外のカリキュラムです。したがって我が隊の連動では参加そのものに不安が残ります。我が隊に限っては相応の予備訓練を重ねた上での派遣が適切と判断します。以上です。何をおっしゃいますやら。うん、我らがアルゴス試験部隊はここ最近目覚ましい成果を上げているではありませんか。しかも彼らは4名中3名が最前線を生き抜いた英士、唯一実戦経験のないメインテストパイロットもアメリカ軍開発部隊から引き抜いたエリートです。正規部隊の護衛もつくことですし、カムチャツカは唯一レーザー級が存在しない戦域だ。十分やれますとも、彼らなら。なるほど、根拠としては十分ですな。わかった。サンダーク中尉、プロミネンス計画の責任者として帰国のご提案慎んでお受けすると書記長閣下に伝えてくれたまえ。ドン。派遣部隊はアルゴス、イーダルのほか、ヨーロッパ、アフリカ、中近東、アジア地域の4部隊を2期に分けて行うものとする。アルゴス正体はやっぱりアラスカ最強だな。おう、ユーヤ、今日はなかなか良かったぞ。今まで足を引っ張ってたお前が成長したおかげで、やっと元のレベルを取り戻せたって感じだよ。ここんところ絶好調じゃねえか、先生。どういう心境の変化だ？やっぱあの島で、ユイ姫となんかあったんじゃねえの？そうだよ、BG。あの女とユウヤがそんなことになるわけないよ。ばっかじゃないの？わかった、わかった。まあ何にせよ、あれ以来お前さんがエースとしていい方向に変わったのは事実だ。実際、お前と94セカンドのコンビについていくのは結構骨だったぜ。テスト上がり定番の死にそうな面もここんとこしてねえしな。結構なことだぜ。今までずっと
随伴で見てるだけなのがつまんないって思ってたんだけどさ。今日一緒に連携試験やってみて、改めて実感したよ。お前は伸びるね。もっと頑張れよ。な。よしよし、素直でいいぞ。私はチェイサーでも十分楽しかったけどね。開発の一環とはいえ、コマンドポストに座って戦域完成しているだけなんて、やっぱり退屈だわ。だろうな。しかも高村中尉がずっとそばにいるんだろ。上、想像するだけでめいるわ。考えすぎよ。このところずっと一緒だったけど、オペレーション以外の会話をしたのは今日が初めてだったぐらいだし。お前ほんと偉いな。私ならたった一回でも注意と何喋っていいかわかんねえし。そう？意外に普通だったわよ。ところで、お前さんの機体、オーバーホールにまだ当分かかんのか？明日からやっと飛べそうよ。さっきローウェル軍曹が教えてくれたわ。ただ、最近のあなた方を見てると、ストライクイーグルで何ができるかは疑問だけど。おいおい、謙遜か？お前さんはあの旦那のアクティブだってきっちりチェイスしてたじゃねえの。それにしてもユウヤ、今日のコンビネーション起動は特に良かったわね。見ているだけなのが悔しいぐらいだったわ。チェ、のんきなもんだよ。ゆうやの向こう見ずでちょっとつ猛進な軌道合わせるのどんだけ大変だと思ってんだ。覚えておきな、ステラ。明日からお前も絶対苦労するから。はぁ、何言ってんの。ゆうやみたいなやつのことだろ。お前ほんと自分を客観視できてないな。それにしても、ジャイブスを使っている姿っていつ見ても本当に面白いわよね。ああ、いやいや。ご期待に添えず申し訳ないけど、まるでパントマイムよ。やってる本人たちはハイブの中にいるつもりでしょうけど、 CG 処理されてない映像で見ると、何もないところに向かって砲撃したり、いきなり変な動きしたりするから。今日は3期編隊だったから、変なパフォーマー集団みたいで特に面白かったわよ。ああ、見られる側に回っちまったのが残念だぜ。バラすなよ、ステラ。退屈な随伴任務のささやかな楽しみだったのに。あら、ごめんなさい。お前一人でテストしているときは散々笑かしてもらったぜ。 BG がね、勝手にセリフを当てて、それがまた面白いのよ。だから気づかれたら面白くないからだって。それにユウヤって割と耳っちいし、むっつりなるじゃん。ほーら、すぐそうやって怒る。だからだよ。だいたいそんな風に見られてるって知ったら、ただでさえ良くない成績がもっと悪くなってたかもしれないだろ。いたわりだよ、いたわり。仲間ってのはそういうもんだろう、ユウヤ。私たちはチームでしょ。テストパイロットの足を引っ張る可能性が 1% でもあるなら、それを遠ざけるのは当然よ。あら、まだ早かった。あなたはもうこの程度のことで動じないって私が判断したんだけど、間違ってる？よかったわ。
つまりだ。ここに来た頃のお前は、それほどやわな奴だったってことさ。そういうこと。わかったか？ま、確かにな。だが、女が一言余計ってのは、神が決めた仕様だ。許してやれ。はぁ？何言ってんだ？ユーヤが言ったのは、お前とステラのことだろ？気の毒ね、視野が狭い人たちって。そうだぞ。気の毒なお前ら、視野を広く持てよ。はははお前さんの場合、視野の問題じゃねえな。なーにー？お前は一言余計なんだよ！やーねー。はいはい。まあいいじゃねえか。さっさと着替えて、リルフォートに繰り出そうぜ。おう、そう来なくっちゃな。ポールスターでユーヤの控えめな成長とステラのテスト復帰祝いだ。お前、グアドループで何も学んでねえな。気の持ちよう一つで酒の味も変わるんだよ。なあ、ステラ。あら、珍しくいいこと言うのね。おげ、ふざけんな！却下だ！却下！なんなら一緒に着替えてもいいんだぜ。前線みたいにさ。ステラも見ていけよ。ふん、飯前にわざわざ汚ねえもん見たかねえっての。行こうぜ、ステラ。じゃあ、席の手配しておくわね。なんだ、あいつら。照れてんのか？前線帰りのくせにわけわかんねえよ。なあ。結局、何もかも私の一人相撲、というわけか。まだ気になさっていたんですか？あの時のこと。いや、あの一件について、テストパイロットたちには何も話していなかったのでな。何か。私たち現場は、特にテストパイロットは、無理難題に答えるのがその本分です。命令や行動の意味にいちいち囚われていたら、前に進めません。それに、XFJ 計画は注意のプロジェクトです。あなたが責任を負い、決断する限り、それが正しい。重要な判断を他者に委ねる方が間違っています。ブレーメル少尉。ユーヤはあれ以来変わりました。数字にも現れています。たとえ口で何と言おうと、それが何によってもたらされたか、全員が知っています。ですからもうお気になさらず。でも、どうしても引っかかるなら、一度リルフォートで飲ませてあげてはいかがですか？そんなものでいいのだろうか。ええ、十分です。それに上官は、たまに声かけるぐらいがちょうどいいんです。しょっちゅうだと、下の者は気づかれしますから。塩梅が難しいものだな。ですが注意はもう少し、部下に声をかけることを意識なさった方がいいかと、甚だ僭越ですけど。いや、忠告自体はとてもありがたい。自分では、なかなか気づけないところもあるのでな。では、ついでに、ユーヤに、もっと声をかけてください。
グアドループの候補撮影以降、ほとんど口を聞いていないようなので。え、あ、いや、それはおそらく、偶然が重なっただけではないかな。まあ、相手は計画のメインテストパイロットですよ。開発主任が声をかけるのは、ごく自然なことですから。そうだな。あ、わかった。気に留めておこう。まったく、未熟なのは私の方だ。情けない。木の井で中隊を預かっていたというのに、部下との接し方一つ知らないとはな。いや、だからこそか。木の井という組織の、武家社会の暗黙のルールに、あぐらをかいていたんだ。ブリッジ少尉にしても、同じだ。せっかく力を合わせることができたのに、あのようなことで動揺し、つい声を荒げてしまった。その挙句、声をかけづらくなってしまうなど。私は何をやっているのだ。なんと熱心な。整備兵同士、ああして意見を戦わせ、日々研鑽しているのだな。こういう時は、日頃の言動がものを言うんです。獣医はもう少し、部下に声をかけることを意識なさった方がいいかと。そうだ。部隊の輪に気を配るのも指揮官の務め。彼らの労をねぎらうのは私の誠意であり責務だ。くよくよしていても仕方がない。今は一歩でも前に進むべき。ブレーメル少尉の忠告、早速実践しよう。遅くまでご苦労だな、貴様たち。高村注意なんだ、私のねぎらいはそれほど驚かれることなのか。申し訳ありません。すみません。本当すみません。いや、いいんだ。それは私の不徳の致すところ。どうか気にしないでほしい。貴様、今何かを隠したの？え？いや、これは、何でもありません！絵はがき。いや、写真か何かのように見えたが。決して何でもありません！特に何でもありません！わかった。何でもないという貴様たちの言葉を信じよう。え？ヨシンバ、いかがわしい写真の類であったとしても、ここはアラスカだ。職務に悪影響のない限り、帝国の法は及ぶまい。邪魔をしてすまなかった。万全の整備、よろしく頼むぞ。待ってください、注意！五丁、何か？これをこれは申し訳ありません！申し訳ありません！広報用のオフィシャル、横流しか？いや、しかも、これは私は、世界の最前線で戦う英雄たちの一助となればと思いながら、周知に耐え、あのようなけしからん布面積の水着を着用するモデルを引き受けたというのに、この写真は明らかに、まごうことなく、戦場的な面をことさらに強調し、私をそのような目で見ているというのか！私は今何か言っていたか？いえ、
黙って写真を見つめておられましたが。そうか。うん。時にこれは貴様が撮影したものか。はい。それとあと数枚自分が撮影したものです。こちらの数枚は画角や完成度から言って明らかに公式スチールのようだが。はい、広報用の原版からプリントしたものを猿筋から入手しました。その残りは各所に出回っているものであります。各所に出回っているだと？どの写真だ？これとこれ以外全てであります。ということだ。ひときわ胸を強調しているアングルではないか。バカだ。こちらは妙に品を作っているように見えるぞ。ポーズもあからさまにぎこちなく素人丸出し。笑顔も引きつっていて不自然さが際立っている。後方スチールはさすがプロのカメラマンが良いショットを選んだだけあって幾分マシと言えよう。だがそれ以外は、このようなものが各所に出回っているとは。しかもこれはとても腰が太く見えるではないか。いかにお粗末な死体とはいえ、これはあまりにも事実とかけ離れている。どうせならもっとこう。私は今何か口にしていたか。いえ、再度黙って写真を見つめておられましたが。そうだろうとも。時に貴様たちもこれと同じものを持っているのか。いえ、自分たちはその、なんと言いますか、写真をその分けてもらおうとしていたと言いますか。なんだと？ではその手に持っているのは。は、国連のミルカです。ミルカ？売買していたというのか、この写真を。申し訳ありません。確かにね、俺らにとって機体は子供みたいなもんです。だから可愛い機体にあんなことされりゃ、むかっぱらの一つも立ちますよ。ですがね、注意が何のためにあそこまでやったのか、何のためにリスクを負ったのか、少なくとも俺らは分かってますよ。こういう時は日頃の言動がものを言うんです。注意がどんだけ自分の仕事にかけてるか、みんな見てますから。貴様たちは任務中にもかかわらず私的な行為に及んだ。それは明確な怠慢であり、開発主任として看過できない。したがってこの写真は没収する。はっ。今後より一層任務に精励することを期待する。以上、解散。え？なんだ？いや、それだけでしょうか。どういう意味だ？いや、その、重映像とか、部隊内処分とか。武士に二言はない。アラスカに帝国の法は及ばない。そう言ったはずだが。高村中尉。問題視すべきは、貴様たちの不適切な含む態度であり、私は開発責任者として、その原因を排除したまで。何か問題が？いえ、ありません！ありません！では、任務に戻れ。は、失礼します！これで、良かったのでしょうか。
高村中尉、うちの若いのがやらかしたようで申し訳ありません。班長、いや、もうことは済んだ。作業の邪魔をしてしまったようだな。許してほしい。ですが、大事になってると部下が青い顔してすっ飛んできたんです。一体何が？何？前線ではよくあることなのだろう。私は近衛ゆえ、帝国軍の流儀にいささか不案内だったようだ。くれぐれも、あの者たちを叱責せぬよう。はためから大事に見えるほどには十分絞った。は、ありがとうございます、注意。そうおっしゃっていただけると助かります。英氏を含め、開発チームは、ここに来てようやくまとまり始めた。班長、これからも、どうかよろしく頼む。はっ、お任せください。高村中尉、日本帝国陸軍、岩屋中佐からの緊急通信です。至急、司令部棟4階、総合通信センターまでおいでください。緊急通信？一体何が？